はい、皆さんこんにちは。.com.com です。本話の俺を怒らせろパート30です。さあ、続きいきましょう。一応セーブデータについては整理してこちらに移し替えました。さてですね、あれなんだよね、なんで育成とかもやっとくべきだったかななんて思ってもいますけれども、でもね、装備だけもう一回確認しておきますか。これが装備できないっていうのがかなり痛いですからね。トープは同じ時代しか装備できないし、冷却車これぐらいかな。まあそうですね、後で考えときますか。どうしようかな。じゃあサラプル村の名前を確認、今見てないよ。忘れた、もういいや。クテショーンだ、そっち行ってみますか。まあ、ちょっと戦闘も軽くやっていきましょうか、どうせだったら。でもここオルレアン出てこないからね、さすがに夜になると出てこないってか。こうかワン、どうしよう、かなり厄介な敵とか結構出てくるもんですね。ブレイク、おお倒した。ブレイクじゃなくて甘辛スコンブか、中華人のやつか確か。うんですね、とりあえずもう普通にやっていきましょうか。ブレイクだけど意味がない。これモピズって何？ジジダの攻撃、いや、そんなさまを、ちょっとよく見てないんだけどね、効果とか。手間取ってきてはいるかもしれない、下手したら。まあ、せんと俺ことレベル4になってほしいけどね。まあいいや、もう一回行きましょう。うわこいつか、めんどくさいんだよなこいつら。いいように効かないから遠距離。あ、ダメか。でも遠距離の敵もなんとかやろうと思うのできるもんだね。相手が固有技能を対応するかといって戦意ダウンになりやすいとは限らない。そういうのを例外という。ウコンがまさにそうだ。何ですって、やつらは魔術を対応するくせにどういうわけか戦意ダウンになりにくい。でもそういうのはだいたい身につけても無ヒントが隠されている場合のほとんどだ。そうなの。ウコンの場合も倒した時に手に入るのをチェックすれば納得がいくだろう。落としたりするの？
どういう技能じゃない、装備だ。あ、間違えた。アイテムで確認すればいいんだよ。それっぽいのがあるのか。それっぽいのがない。戦闘はしばらくスルーしましょう。今回はここで、さあここあれ、ここ下行けるのか。てか一人行った。ちょっと待って、あれは黒いのか。てか階段たまたま見つけましたけどね、今回。前回気づかなかったけど、ね、ちょっと待って、待ていい、もう無理で。さあ、やっぱいいですね、これは。まず遠距離から。うわー、で、こうで、こうで、こう。うわ。こういうこと結構使えるな。さあ、どう行こう。狭くて行きにくい。エンカウントしやすいよ、これじゃ。くそ。あ、普通の敵でまだ良かったな。ちょっと待って。アドバイス。戦撃。いいか、俺らが奴らに飛びついてブレイクさせる。その隙にお前が戦撃をお見舞いするんだ。先生、戦撃って何ですか？与えるダメージが3倍になる攻撃だ。お前はやればできる子だから、戦撃の発生率は 100% に設定されてる。マジっすか？まずいな、俺。つまり攻撃が全部戦撃になるわけだな。そりゃことだ。ところで先生、肩にゴミついてますよ。いて、ほら先生に戦撃食らわすな。キキキキキ、さあ戦、キキキキキ、なんだいな。あ、そうか、そういう意味か。ちょっと待って。もうそろそろ普通に行く。いいや、まずは一旦普通に行きます。ちょっと待って、いいや、これ。あー、やっちゃった。傷、距離が、あ、ちょっと待って、距離が変わったって。あ、近距離になった。なるほど。じゃあ福間を集中攻撃するのもありか。レイク、お、いいね、いいね、いいね。ラージラにレイクにしてくれるか、それはそれでやりやすいかも。すいません、ちょっと一旦切ります。